ヒカ君だって今日明治座でやってそれで今来てくれてで今楽屋も覗いてくれてで言うかもわかんないけどもう何でも言ってくださいもうみんなさっきちょっとみんなで歌をリハーサルしたんですけどもうみんな歌がうまいんでもう感動ですねいやみんなビビってるだけですよ多分いやでもまあ今日加山のお兄ちゃん先輩ですけどもやっぱりみんなと一緒にやってきたっていうのがあるんで今日一番最後に歌う歌はもう一度二人で歌いたいっていう歌なんですけどあれなんて昔ラッツ&スターの時の鈴木くんとかねでまだ日本に行ったアン・ルイスとかとにかくこのために体調を整えてきたからもうお客様にとにかくお客様に喜んでいただきたいですね普通のフェスっていうと音楽で、ね、なんていうんですかね音楽だけを聴くっていう今回はもうそういうジャンル超えてお笑いとかだって出川哲朗と MC がサマーズですよ本当にだから老若男女いろんなその楽しみ方でこういうのってあんまりないと思うんですよフェスお祭りですから別に審査されるわけでもないし緊張するんですけど来てくださったみんなに幸せと勇気と感動と笑顔を与えたいですだから歌が上手いとか下手とかじゃなく一生懸命やりたいと思いますこの2日間一生懸命やります今までも一生懸命やってきましたよでも今までに増して一生懸命やっていきたいと思いますで皆さん本当ありがとうございました今日は